本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。場所を選ばず、さっと取り出して、すぐ風を放出。超強力な風量により、車掃除、ブラインド掃除、木くずや粉塵飛ばし、また面倒なキーボードやカメラの掃除、フィギュアのホコリ飛ばしにも使えるバッテリー内蔵、コンパクトサイズの電動エアラサーを紹介します。開封の儀。こちらでございます。正面、裏、カービンファン、オープン。トリセツ、すべて日本語表記です。タイプ C 充電ケーブル、これくらいの長さです。そして、こちらが本体です。重さ、224g。こちら本体、手のひらサイズのコンパクトデザインです。ボタンが2つございます。で、ここ太陽のマークを押すと、はい、光ります。で、ここ磁気です。幅広い用途に対応。こちらのエアダスターはエアクッションの空気入れはもちろんのこと、瞬間的な風力によってピンポイントで当てるのが難しい、面倒なキーボードの隙間、カメラのレンズ、 PC 内部の掃除、車掃除、ブラインド掃除、窓枠の掃除、木くずや粉塵飛ばしにも使えます。使用について、こちらの電動エアダスターは小型ながら超強力なブロー力を伝えています。また連続した噴射でも威力はほとんど変わりません。強い持続力を持っています。風量は8万、9万、10万、12万、こちら風速は4段階まで調整することができます。使いたい場面に合わせて適切な風量の選択ができます。ちなみにマックス風量にする場合、こちらのボタンを1回1回押すのではなく、電源ボタンを長押しするだけで簡単に最速風量に切り替えることができます。超大容量 5000mAh のバッテリー。こちらのエアダスターコード式ではなく充電式です。繰り返し電池を購入する必要はなく、本体を購入すれば充電するだけの買い切りタイプです。タイプ C 端子、こちらに対応しているタイプ C 急速充電によって最大約2時間の連続使用が可能です。また AI 保護パネルが過充電を防止、安全に充電をすることができます。こちらのエアダスター。コンパクトなサイズ感のため、持ち運びや収納にも便利、風量をしっかりと出すことができるので、車の掃除や庭の清掃など、様々なシーンで活用することができます。また、フィギュアやレゴ、写真立てについてしまったホコリなど、こちらをホコリ飛ばしとして使用することだったり、繊細な作業によるディスプレイ製品のフィルムを貼る際のホコリ飛ばし、ラジコンなどの組み立て時のホコリ飛ばしなんかにもとてもおすすめです。この商品、興味が出ましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。電動エアダスター。一つ持っていて損はありません。本番いきます。よーい。